聖書勉強会の今日は第7回目のジャムナビを始めていきたいと思います。まずお祈りします。愛する天のお父様、今日も与えてくださるこの時間を心から感謝して、今日も聖霊様、どうぞ私たちのそれぞれの場所をご支配くださいますように、御言葉を通してさらに 私たちを整え強め、あなたの栄光の器としてくださいますように、必要な慰め励ましが与えられますように待ち望みます。感謝を持ってイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメン。はい、では今日は第7回目の学びになります。じゃあまず聖書を読みましょう。ヨハネの1章35節から51節まで読みたいと思います。ヨハネの1章の35節から51節まで。あ、今日はとりあえず42節までただ読みますね。42節まで。その翌日、またヨハネは2人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて言った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第10時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて言った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちのメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。はい。今日から今日は大きな3番、最初の弟子たちということで学んでいきます。で、このまず初めに前回の復習というところですね。で、前回の学びではまずこの罪からの解放こそが重要課題であるということを確認しました。聞くの皆さん大丈夫ですか？聞こえますか？私の声よく聞こえる？大丈夫ですか？で、当時ユダヤ人たちはこのローマの圧政からの政治的な解放者を求めていたということだったんですけども、まあ、それがもしかしたらヨハネかもしれない、またはイエスかもしれないというふうに考えていたということですよね。しかしそんな状況にあってヨハネがイエス様が現れたのを見て、このお方は世の罪を取り除く神の子羊であると言われたということですね。人々が期待をしていたメシア像とは全く違う姿のメシアがヨハネによって語られたということだったんです。で、当時人々はローマからの圧政からさえ解放されるならば自分たちは幸せな人生を生きることができるんだというふうに考えていたんです。しかしそこが本質ではなくて、どんな人でも最も解決をしなければならない問題の本質というものがあって、それが罪の問題である。なぜ罪の問題か、私たちと神様との関係を断ってしまうものだからですね。まあ、イザヤの一章のところにも書いてあるんですけども、57章のところに書いてあるんだけど、罪が私たちと神様とを隔てている壁となっているというふうにも書かれてありますけども、罪が神様と私たちの関係を断絶するというところから始まって、さまざまな罪が具体的に表に現れるし、またその罪からこの世の災いが始まっていったということでありますね。私たち人間の創造者である神様から離れたところで、
私たちの本当の意味での幸いはないんだということでありました。で、そのイエス様というのは人類を罪の圧政から救うために来られたお方である。人間の根本的な問題を解決するために来られたお方であって、じゃあどのようにしてそれをされたのかというと、子羊と言われているんですけども、これは出エジプトの時代に起こった、杉越の祭りを思い出させるですね。エジプトから脱出するイスラエルが、門中に子羊のほふった血を注ぎかけた。門中に注がれている血を見て神様の下される災いから救われたということですね。子羊の血がイスラエルを救ったんです。だからイスラエルが優れていたから、イスラエルが正しいから、イスラエルが良い人々だったからじゃなくて、子羊の血が注がれているか注がれていないかだったんですね。で、その子羊の血を注ぎなさいと命令したのは神様でありましたけども、故に神様の御言葉に聞き従うことができたのか、もしくはただ自分たちの考えの中で、いやそんなバカなことがあるかという選択をするのか、ね、神様の御言葉に聞き従う、それが子羊の血を注ぐという行為に表れていたということでありますよね。その方々は救われた、すなわちイスラエルは救われた。イエス様が十字架で流された血によって、私たちの中にあった罪の問題が解決されるということですね。またもう一つ見たのは、このイエス様とは聖霊のバプテスマを授けられるお方であるということですね。聖霊です。聖霊を受けることによって私たちはイエス様が分かる。私たちがイエス様を信じることになった最大の理由、原因は聖霊様が与えられたからだということだったんです。人間の意思によるならば、状況とか環境が変わればその意思も簡単に変わってしまうということが起こりますけど、しかし私たちのこの信仰は聖霊によって与えられたものであるがゆえに、何があっても揺るぐことにはならないし移り変わらない。聖霊様が日々私たちに信じることのできる力を与えてくれるんですね。で、最後にヨハネはこの救い主イエス様について力強く証しするということです。私たちもこれからの人生を通してイエス様を証しする人生を歩んでいこうということで、これが前回の学びでありました。じゃあ今日の学びに入ってまいりましょう。括弧1番、ヨハネからイエスへということですね。御言葉は35節から37節になっていきます。早速今日の35節を見ればですね、ヨハネと共に2人の弟子の存在について、記されてあります。ヨハネと一緒にいた2人の弟子の存在でありますね。で、この2人の弟子について、1人はアンデレであったということが、この40節を見ればわかるんですね。アンデレ、英語でアンドリューですね。で、もう1人が誰であったのかということはここでは明らかにされていないんですね。で、おそらくこの福音書の著者のヨハネだっただろうと考えられていますね。バプテスマのヨハネじゃないですよ。イエス様の弟子の一人として生きていたヨハネですね。で、この福音書の著者であると言われています。アンデレも後にイエス様の弟子の一人となるんですけども、ここを見れば2人はもともとこのバプテスマのヨハネの弟子であったということがわかるわけです。
バプテスマのヨハネが2人の弟子と共にいた時に、そこにイエス様が現れた。でイエス様を見て再びバプテスマのヨハネはこう言ったんですね。36節、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った、ね、おそらくこの2人の弟子は、バプテスマのヨハネを通してイエス様についての教えもたくさん受けていたことでしょうね。そして常々このイエス様にこそ従うべきであり、私たちが注目をしなきゃならないメシア、救い主なんだってそう語っておられたと思うんですね。でこのバプテスマのヨハネが常々語っていたイエスが、二人の弟子の前にここで現れる。でそれがこの人だ、バプテスマのヨハネがずっと語っていたことだということが2人が悟ることになるんですけれども、それを悟ることになった原因は何かというと、ヨハネが言った神の子羊という言葉から悟るわけですよね。もちろん2人の弟子はこの神の子羊という言葉の意味を完全に 100% 理解をしていたのかというとそうではないと思いますね。彼らがこの神の子羊という言葉の意味を理解するためには、イエス様が十字架で死んで3日目に復活をして、そしてその後イエス様が天に上げられてから聖霊が望まれる、聖霊が弟子たちの上に望まれるという経験を通して、まあ、神の子羊という言葉の意味がようやく分かった。十字架と復活、その後の聖霊降臨という体験なしには、まあ、彼らは本当の意味で神の子羊ということの意味を理解することできなかったんでしょうね。まあ、私たちは幸いにしてそれが悟る、その理解に至っているわけですけども、それはやはりこの聖霊様の働きがあるし、また聖書を通して十字架復活というところをしっかり理解することができる恵みに預かっているからですね。しかしこの2人は死であるヨハネが語っていたお方、それがこのイエスであるということを悟り、この時から2人はイエス様についていくということになるんですね。ヨハネからイエスへ、ヨハネから離れてイエス様の方についていくようになる。でこの2人をこのような行動に導いたのは、ヨハネからイエスの方に行くようになった要因は、ヨハネが発したこの一つの言葉、見よという言葉に要約されていると言えますね。あなた方が見なければならないのは、私ヨハネではないイエス・キリスト、このお方こそ見なければならないお方、イエス様にこそ従わなければならない、イエス様こそ信じなければならないお方、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないとヨハネは言っていましたけども、二人のこの弟子はヨハネが言った見よという言葉に促されて、彼らはイエス様の方へとついていくということになるのですね。同じように私たちもこの常々見ていかなきゃならないのはイエス様であるということです。私たちが見るべきお方はいつもイエス様、旧約聖書の画家というところを見れば、あなたの目は美しい、なぜならば鳩のようだからだって書いてますけども、鳩のような目というのは、まあ、一方向一点集中で見るという、そういう意味でありますけども、私たちが鳩のように一点集中、イエス・キリストを常に見ていく。まあ、特に現在は
今日は19日、明日20日、ね、大統領就任式ということで、まあ、いろいろなことを言われていますよね。さまざまなニュースで満ち溢れていますね。でそのさまざまなニュース、何が真理なのか、何が真実なのか、何が正しい内容なのか、残念ながら私たちそれ分かろうと思っても分かんないんですよね。ですから多くの人々が、まあ、混乱の状態にあると言えるんですね。でその中にはもう狂信的になっている人々もいるわけです。アメリカ本当に大丈夫なのかって叫ばれていますね。だからこの世を見るならば本当に多くの不安が伴うと思うんですね。この世にある目に見えるものに、私たちは希望を置くならば、私たちの心を捉えるのはもう心配でしかないんだと思うんです。だからこんな時だからこそ私たちの目を鳩にする見よ、ヨハネが見よと言っているお方に一点集中、イエス・キリスト。この見よという一言に私たちは本当に捉えられなければならない今だからこそ、そう思いますね。イエス様、その方は真理、道、命。この方を見続けているならば、私たちの人生は何が起こっても間違いはないんだ。イエス様さえ信じて従っていくことができるならば、私たちの心を捉えるものは平安であり平和である。本当にこれから将来何が起こるかなんて誰にも分かりません。もしかしたら人々が騒いでいるようなことを本当に起こるのかもしれません。誰にも分かりません。しかしもし起こったとしても、イエス様から目を離すことなく、イエス様に信頼をして生きるならば、その先にはもう何があっても希望しかないという、こういう約束の中で私たちは生かされているのですから、こんな時こそ私たちは一点集中、イエス様を見て心に平安を得て生きる、そういう信仰者でありたい、そう願っているわけなんです。マタイの福音書の4章を見れば、暗闇の中に輝いた光、それがイエス・キリストだって言われているわけです。暗闇と思えるその状況の中に、私たちが光、イエス様を見て、そしてその光に私たちも照らされて、この世の中を生きていく、そういう信仰者でありたい、そう願っているわけですじゃあ括弧2番、何を求めているのですか、何を求めているのですか。ヨハネ1章38節から39節の御言葉になりますね。はい、2人の弟子がついてくることになりました。イエス様についてくで、ついてきている彼らを見てイエス様が質問するんです。38節ですね。イエスを振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた、あなた方は何を求めているのですか、あなた方は何を求めているのですか。まあ、つまりこういうことですよね。何を目的としてあなた方は私についてきているのですか。私についてくる目的は何ですか、何を求めているんですか。でこれは今日私たちも受けなきゃならない質問でありますね。私たちがイエス様を信じる目的は何でしょうか。何を求めてイエス様に従っているということでしょうか。ただ私はイエス様を信じる信じるではなくて、その信じている正しい動機、正しい理由でイエス様についていくということが求められる。で聖書を見たら、実に多くの人がイエス様についていく、イエス様が行く場所にたくさんの群衆が群がっているということが起こっていたんですね。でこれはヨハネの福音書を読み進めていけば、まあ、そういう記事がたくさん出てくるんですけど、群衆がイエス様のいる場所についていく、人だかりがいつもイエス様の場所にはあったんですね。
しかしある時を境として人々がイエス様から去っていくことになるんです。で、詳しくはこのヨハネの福音書を読み進めていく中でまた確認していくんですけども、まあ、今日簡単に言えばですね、自分たちの願っていたイエス様の姿と実際のイエス様が語られている内容にギャップがあったからです。すなわちこの自分たちの願っていたメシア像とは違っていた、自分たちが期待していたメシア像とは違うことをイエス様は言っている。人々の多くは病の癒し、悪霊からの解放という自分たちの生活を良くしてくれるメシアを求めていたんです。イエス様のそばにいれば5つのパンと2匹の魚の奇跡とか、雷病の人が癒されたとか、悪霊で苦しんでいる人が癒されたとか、死んだラザロが生き返ったとか、水がブドウ酒に変わったとか、さまざまな奇跡を体験できる。この人と一緒にいれば私たちの生活は本当に良いものになる、楽になれるんじゃないか。もういわばドラえもん的な感じ、自分に都合の良いお方。しかしイエス様に本当の意味で従っていくってどういうことかっていうことですけど、まあ、イエス様が言ったことをこうですね、マタイの16章24から25節読んでみましょう。マタイの16章24から25、マタイの16章24から25読みます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。イエス様を信じて生きるとは自分を下ろすこと、十字架を背負うこと、自分の持っている何か目的を達成させるためにイエス様を信じているということならば、イエス様を信じるということについていつか必ずつまずいてしまうということを起こります。そうじゃなかったってみんな離れていった、同じこと起こりますね。イエス様を信じて生きる人とは、私がではなくて神がという価値観の中で生きる人です。そこにあるのはイエス・キリストの犠牲、イエス・キリストの愛とは犠牲、イエス・キリストを信じる私たちにも神を愛し隣人を愛しろ、愛しなさいという教えの中で生きるものでありますけども、やはりそこには犠牲が伴う。パンが与えられた、もうブドウ酒が与えられた、あれが癒された、これが治った、もうそうじゃないっていうんですね、目的はね。そういうことも経過としてありますけども、最終的に行き着くところはイエス・キリストのように生きていく小さなイエスとなる。私には枕するところもないといったイエス様の姿についていく、自分を捨て十字架を追う人ですね。はい、続けて38節を見れば今日の御言葉にも載って、ヨハネの一章の38節をの続きを見ればですね、何を求めているのかという質問に対して、2人の弟子はこう言うんですね。ラビ、今どこにお泊まりですかっていうんですね。
完全無視ですね、イエス様の質問完全無視、ね、しかしここをね、解説書を見たら深いんですね。 深かった、ね、先生あなたは今どこにお泊まりなんですかって聞くんですけど、でなぜ彼らがどこに泊まっているかって聞くかというと、私たちもそこにいたいという願いがあったからですね。あなたのいるところに私も一緒にいたいから、あなたが今どこに泊まっているか教えてくださいというんです。私もそこに一緒にいて、私たちも一緒にあなたと過ごしたいんですと。ですからこのイエス様が何を求めているのですかという問いに対して、彼らはあなたの泊まっているところに私たちも一緒にいるためだということなんですね。全力無視かと思ったけど違ったんですね。ちゃんとつながっていた。でこれは単に現在イエス様を、いやこのイエス様が泊まっておられる現実的な場所以上の意味だっていうんですね。わあすごい、うん、現在イエス様が泊まっている場所があるわけです実際ね。でその現実的なその場所以上の意味だと言ってるんですね。でルカの福音書を見れば、幼少時代のイエス様ですね、幼少時代まだ子供時代のイエス様がお父さんとお母さんヨセフとマリアからはぐれてしまったということが書かれてあって、でお父さんとお母さんははぐれてしまったイエス様を心配して一生懸命探し回るんですね。でようやくイエス様を見つけた時に、何をやってたの心配したよみたいなことをお母さんお父さん言うわけですけど、イエス様はこう言われたんです。どうして私を探したんですか、私が父の家にいることをあなた方は知らなかったんですかっていうんですね。イエス様は私は常に父の家にいるんだよ、だから心配する必要ないんだよっていうんですね。でここで言うイエス様が言われるこの父の家というのは、まあ、ヨセフ・マリアの家ではないですね。天の父なる神様を言われている。私はいつも天の父の家にいるんだよ、私はいつも神様と一緒にいるよということですね。それとここがつながるんだっていうんです。つまりこのイエス様が泊まっている場所っていうのは天の父の家。二人の弟子たちはイエス様が泊まっておられる天の父の家に一緒に泊まりたいと願っていた。どうすれば天の父と一緒の家に泊まることができるのか、今日の聖書に戻ってヨハネ一書38節を見ればイエス様こう言います。あ、39節か。来なさい、そうすれば分かります。来なさい、そうすれば分かります。私たちが願うべき本質的なことは何でしょうか。それは今もイエス様が泊まっておられる場所に私たちも一緒にいることなんです。天の父の家であります。天の父の家、御国にとどまって生きることです。当然御国というのは死んだ後に準備されている場所であります。天国を言っていますよね。しかしそれと同時にイエス様が言ったことは今この場所でも体験できるものなんだ。
神の国はどこにあるんですか、あそこですか、ここですか、そうじゃない、あなたの心のただ中にあるとイエス様は言われたけども、天の御国っていうのはイエス様を信じるその心の中で生きている、動いている。だから私たちは父の家にとどまりたいというこの願いは今現在叶えられている。私たちは現在イエス様を信じる信仰によって天の御国に生きるものと、今この地上で生きながらも天の御国をの中で生きるものとして生かされているということですね。じゃあどうして私たちにそれが起こったんですか。イエス様の来なさいと言われる招きに応答したからです。イエス様の招きに来なさい、そうすれば分かるよっていう招きは実は私たちにあったんですね。で、その招きに感謝のことに私たちは応答できたんです。もう具体的に言えば礼拝に、教会の礼拝に参加することできたから、聖書を聞くことができた。ローマ書に書いてある有名な御言葉、信仰は何から始まる、聞くことから始まる。イエス様の招きに応じる、すなわち御言葉を聞くことから始めるときに、イエス様を信じることのできる世界に私たち入っていくことができるということを教えていますね。二人の弟子たちも来なさい、そうすればわかるって言われたイエス様について、彼らはイエス様の泊まっているところに向かっていったんですね。マタイ11章28節読んでみましょう。マタイ11章28節、マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。これは全世界に生きる人々に対するイエス様の招きの言葉です。来なさいという招きはいつも私たちに与えられている、この全世界全人類に与えられている。感謝のことに私たちはその招きに応じることができた人々であり、その結果御国にある平安を得るものとして生きることができるようになったということであります。ですから1番目のテーマで、十字架を追って、ね、自分を捨てという生き方って難しい生き方ではないかって思います。でも私たちは御国の中にあってそのように生きることができるんだから、それも重荷とはならない生き方に変えられていくということでありますよね。はい、じゃあ続けて3番、3番、イエス様とペテロの出会い、イエス様とペテロの出会い、40節から42節の御言葉になります。まずこの39節の後半を見ればですね、2人の弟子たちがイエス様がとどまっておられるところに
行ってそこでイエス様との時間を過ごされたということが分かりますね。で、2人はこのイエス様との時間を過ごしたんだけど、本当にどんだけ恵まれたでしょうかね。もう私たちの想像を絶する、まあ、独り占めではなかったけど二人占めですよね。イエス様を二人占め、ね、ヨハネからもちろんイエス様のこと聞いていたと思いますけど、それ以上にイエス様と過ごす時間を通してイエス様の素晴らしさ、彼ら感じることができたと思うんです。イエス様との交わりを通して、あ、本当にこの方メシアだなって、そういう確信に至った、そう思うんですね。で、その証拠として 40節を見れば、2人の弟子のうちの1人のアンデレが自分の兄弟のシモンを見つけて、もうすぐにメシアに当たってもう興奮するわけですね。41節、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに当たったぞ、ね、私たちユダヤ人の待ち望んでいるメシアに当たったぞ、私はその人と一緒にいたんだぞってね。救い主と会ったこの恵み、この興奮を人々に伝えなきゃならない。ヨハネの4章に、今日は1章だけど4章のところにサマリアの女が登場するお話ありますけど、で、彼女はなるべく人と会わないように生活していたんだけども、しかしイエス様との出会いを通してイエス様の素晴らしさに触れて、彼女は人々と出会わないような生活をしていた、もう引きこもりの生活をしていたにもかかわらず、自ら町に出かけていって、イエス様がいました、救い主がいました、この方こそキリストだと思いますって人々に自ら会いに行って伝えていくわけですよね。イエス様との出会いを通して、またそのイエス様との交わりが深くなればなるほど、私たちはもっと人々にイエス様を伝えたくなるのが自然の流れだということでありますね。イエス様の素晴らしさ、イエス様の麗しさ、イエス様の救いを伝えずにはいられない。何としてでもイエス様を伝えることができるように、その方法を見つけるようになるということですね。で、私自身は本当にただこの一つの思いで、牧師にまでなってしまったということですよね。どうしてもこの素晴らしいイエス様を伝えなければ、この救いを一人でも多くの人に知ってもらいたい、まあ、この思いだけでこの地で15年間働きを行ってくることができたし、これからもこの伝えたいという思いが私の働きの原動力であります。続けて今日の42節を見れば、ペテロがイエス様のところに連れてこられたんですね。まあ、アンデレから話を聞いて、シモン、ペテロが連れてこられるわけです。で、シモン、ペテロを見てイエス様はすぐこういうわけですね。あなたはシモンです。しかしあなたをケパと呼ぶことにする。で、ケパというのは岩という意味ですね。ギリシャ語で読むとペテロという意味です。もともとはシモン、ヘブライ語の名前はシモン。イエス様はペテロを見て、あなたは岩だって言われたんです。岩、その意味は揺るぎないものということですよね。しかしイエス様に従って歩いていった3年半ありましたけど、ペテロは
岩と呼ばれるのにふさわしいものではなかった。もう失敗がたくさんあって、過ちもあって、イエス様を裏切って逃げてしまって、しかしイエス様が天に上げられて聖霊が弟子たちの上に降りてきた時に、まず先に誰よりも立ち上がったのがペテロであり、そこでイエス・キリストの福音を大胆に宣言を始めたという内容が使徒の働き2章の働き内容であります。その時から聖霊を受けた彼は、殉教するほどにキリストに従う道を歩むということになっていくのです。私たちもイエス様との出会いを通して新しい人として生まれ変わった。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったという世界が与えられているわけですね。シモンがペテロに変えられた。全く新しい人生を生きる人として変えられた。私たちもこのイエス様を信じる信仰によって、新しいと言われる人生を生きることができる。いわ揺るぎないものとして生きていくことができるようになる。問題はあります。試練は起こります。荒野を通らなきゃならないこともあります。しかしキリストのうちにある私たちは、その中にあっても御国にある平安を持って安息の中で生きることができる。感謝が絶えない、賛美の唇が絶えず唇から溢れてくる。この揺るぎない信仰がイエス様を信じる信仰によって与えられていることを感謝するのです。今日は学びはここまでになります。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も与えてくださる一つ一つの御言葉に心から感謝いたします。どうぞ私たちをさらにこの御言葉で強めてくださり、また明日から始まる新しい一日一日を、そう御国の中で生きるものとして、もうすでに新しくされたというそのような人生を生きていくことができるように、どうぞ導いてくださいますように。さまざまな出来事の中にあっても、揺れ動くことなく、いや揺れ動くことはあるでしょう、でもまた戻ることができる。またしっかり立つ場所、立つべき場所に戻ることができる。その祝福が与えられていることを感謝いたします。あなたは岩だとペテロに言われたこの御言葉が、私たちにももうすでに与えられていることを感謝いたします。すべてを御手に委ね、尊き主イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アメン。はい、今日の学びはここまでになります。どうも皆さんお疲れ様でした。アレルヤ、感謝します。また来週よろしくお願いします。